ここらの海はな、トルビン。怖いぞ。一走り、お前の父上に伝言を頼む。軍船が来た。何者なんだろうな、トールツさんって。あんまり自分のことを話さない人だからな。大きな戦が始まります。それを伝えるために軍船で来ることはあるまい。お代わりになられましたな、あのトールズ殿が。あるいはこの村が変えたのか。聞いたか、戦だぞ。すっげー、俺初めてだよ。わざわざ海越えてトールズさんを誘いに来たんだぜ。あいつらすげーよ、お前の親父さんは。でもよ、俺ら連れてってもらえるかな。おめえは無理だな、弱えもん。んだよそれ。やっぱ強くねえとダメか。剣が欲しいか、トルフィン。剣は人を殺す道具だ。お前はこれで誰を殺すつもりなんだ。敵。お前の敵は誰なんだ。よく聞け、トルフィン。トールズってのはどんな戦士なんですかね。見た目とか戦い方とか。やるんすね。簡単にやるなんて言うな。なんで父親が死んで、あいつが生きてるんだ。